はい、皆さんこんにちは、土着園芸の鈴木です。いやー、本当にね、朝晩の冷え込みがますますひどくなってきましてね、もういろんなものがね、もう本当に紅葉しておりますね。こんな感じで手前はね、アマニアグラキリスに、奥はこれなんだろう、ルドビジアの仲間なんですけど、ルドビジアのグランディローサですね。真っ赤っかですね。もちろんね、このような苔玉もね、いい色してますね。まだね、メダカがね、心配なね、寒さではないんですけど、でもこの後ね、結構だんだん冷えてきて、まあね、12月に入ってくるとさすがに霜の心配であったりとかね、いろんなことが出てきます。まあね、インスタグラムのね、写真とか見てると、どっかね、地域によってもう初氷観測とか言ってね、ちょっと早すぎないって思うんですけど、もう本当に寒い地域ではもうガンガン冷え込んでるみたいで、はい。まあそんな中ね、皆さん、メダカのね、越冬準備はお済みですか？今日はね、そのね、メダカの越冬に向けた、水生植物のグッズを紹介させていただきたいと思います。はい、ということで今回ご紹介させていただくのはこちらです。メダカ繁殖用発泡ケースということで、これね、すごいのがですね、メダカの繁殖のためじゃなくて、メダカの飼育のためだけに作られたというね、いろんな商品あると思うんですよ。メダカ飼育用にね、水蓮鉢とか、あれは普通の水蓮鉢に穴が開いているとか、あとまあね、これプランターもメダカにどうですかとかって今までご紹介させてきてもらってますけど、これはね、メダカの飼育が最初から目的なんです。そのためだけに作られたっていうね、素晴らしい商品ですからね、ちょっと聞いておいてください。はい、まずね、発泡容器っていうことで、夏場にちょっとね、水温上昇の時にご紹介させてもらってたと思うんですけど、やっぱり他の容器に比べると温度の上下がね、こう緩やかになってたので、まあ、この発泡容器の断熱材としての効果が非常に高いんですよね。だから、これからの寒い時期、寒いっていうね、この寒い時期に、メダカさんが中にいます。で、外気温度低いです。はい、という時にこの発泡容器で、5面まではこうね、発泡容器で囲まれているので、温度が下がりにくいということで、発泡容器の容器、発泡容器の容器、なんか変なこと言ってますけど、っていうのを、ご用意させてもらってます。で、あとこれなんですけど、ここちゃんとね、切り込みがちゃんと最初からついてるんですよ。まあ、発泡容器だからね、自分で穴開けるぐらい造作もないんですけど、まあ、これがついてることによって、親メダカとかね、流出を防げるっていうのをプラス、これね、なんとスポンジがちゃんとついてる。これも自分でね、なんか加工できそうですけどねこれが最初からついてるっていうのがポイントですね。いちいちね、自分で加工したりいろいろしなくても大丈夫っていうところが素晴らしい。で、これが、ついてることによって増水時も稚魚ですら流れ出ない。この目の細かさね、稚魚すら流れ出ないっていう。あと2つね、切り込みが2箇所ついてるんですよ。これね、1つはエアレーション用のね、こうチューブとかをね、ここを通すこともできるっていうことと、あともしね、ポンプフィルターとかね、つけたい方も中にいらっしゃるんで、そういう方用にもちゃんと電源コードをね、ちゃんとここを通すこともできるっていうことで、いろいろ至れり尽くせりのね、仕上がりになっております。で、色もね、ただの発泡容器で白だとね、なんかこうちょっといかにも発泡って感じがしてね、ちょっとそれだとね、残念な感じがしますけど、これ灰色になっているんで、こうちょっとね、質感も悪くないんじゃないかなと思っております。で、さらに機能的にはこれね、ちょっとスペースがない方にはこうやってね、重ねることもできる。2段積み、まあ、3段積みする人はいないと思うんですけど、この辺にね、それぞれ上のサイズと、組み合わせで、これ大きいのに小さいのも乗せられるのかな。お、乗った乗りましたね。このようにいろんなサイズを組み合わせることができるので、色別であったりとか、あと親メダカ稚魚とかっていう風に、こうね、小スペースで買っていただくときにおすすめですね。はい、で、さらにおすすめもう1ポイントあります。なんとこいつには、蓋、専用の蓋がついてない、専用の蓋が別売りなんですよ。はい、ということで、これ最近だとね、残念なことに鳥が来たりとかね、する方がいらっしゃって、そういう時にメダカ、大切なメダカがね、こうかさられていかれたら悲しいですよね。ですからこういう専用の蓋がついてるっていう、素晴らしいですね。もうこれで安心っていう感じで、
まあ、ちょっとね大物でひっくり返すようなやつにはちょっと無理ですけど、こんなような感じでそれぞれ蓋がつきます、はい、よいしょ。でね、この一番大きいやつはこの中サイズにぴったりのやつを2つ重ねる。なんかこれ七輪とかね、バーベキューコンロみたいですねこれいつも言ってるんですけど、でこれがこれ蓋した時も重ねられるのかな。ここがこのようにしていただいて、よいしょ、こうちょっとねここ重なり部分ができるんですけど、こんなような感じでこう大きい方も、使っていただくことが可能です。はい、ということで、でなおかつねこれ思ったんですけど、何ですか、この冬ここ上だけ守られてない状態じゃないですか、発泡容器だとこうね底面とね側面は全部こうね外気からの遮断っていうか、この、このね外敵用の蓋にこうプチプチとか巻いたらね、それで立派な何ですかね蓋ができるじゃないですか。これちょっとね今ちょっとあんまり時間かけてられないので適当な感じでやっちゃいますけど、このようにして発泡容器をねもうちょっと綺麗にやってくださいよ。はい、ということで蓋すればもう冬のね寒さ対策バッチリです、はい、っていうような感じで、こう天面もこの蓋を活用することによって立派な蓋ができる、はい、これで断熱効果バッチリ。まあ、これね冬にまたちょっとね実際に寒くなってきた時に外気温とこの状態で温度差をね測ってみたいと思います。はい、ということで、あ、そうそうそう、前回も忘れてた寸法ね、はい、寸法まあちょっとこの動画のコメント欄にまたホームページへのねアドレスなんかもリンク貼らせてもらおうかなと思うんですけど、土着園芸は通信販売もやっておりますし、直売店もやっておりますのでね、はい、まずこの小 S サイズですね、はい、この一番小さいのは幅35センチで奥行きが21センチ高さ20センチですね、はい、これがリットルで言うと約5リットル、水で言うと5リットル入るということですね。で次にこちら M 寸は、ちょっと横の長い面が35センチで奥行きが30センチ高さは29センチです、はい、でこれのリットル数は、14リットルで一番大きいこの L 寸幅60センチワイドですね、はい、ということであと奥行きが30センチで高さは29センチですから M 寸と同じ高さです、今日はですねメダカ繁殖用発泡ケース、まあでもおすすめ度としてはやっぱりメダカ越冬用の容器としてねおすすめかなと思っております、はい、ということで、今日はご紹介させてもらいました。それでは皆さんさよなら。